毎度お気に、ひぐちゃんです。テレビ赤山の山田美幸です。西火崎地区ということでね、今月はね、はい、回っていきたいと思いますけども、まずは、はい、西火地区の方からお邪魔していくんですけれども、ひぐちゃん、西火地区は、そうやね、もう僕を育ててくれた学校もあるしね、連れの会社もあるしね昔は浜やったしねねえ、はい、まあ、本当に学校もたくさんありますので、いろんな思い出あるでしょうし、はい、また歴史とともにいろんな様変わりを重ねてきた地域でもありますので、はい、いろんなあの銃を探っていきたいと思います、はい、行ってみましょう。西火地区のあの銃、今回は僕の母校和歌山工業高校和光へお邪魔しましたよ。お話を伺ったのは、古い時代から現代まで和光をよく知る3人の先生方です。はい、学校やなねえ、なんといってもいくちゃんは母校ということで、はい、ございます。吉本先生は和光歴っていうのはどれぐらいの歴史になるんですか？昭和38年に私ここの採用されまして、それからあと平成12年ですね、12年に退職するまでの37年間、まあ和光電気科ですけども、一筋にやってきました。ご出身も和光なんですか？昭和33年に、はい、和光の電気科を卒業して、卒業して、それから5年間は民間の方に勤めておって、38年にこちらへ採用された。松谷先生は和光歴30年で、まあ、僕もあの機械科を昭和31年に卒業したんですけど、はい、恩師でもあります。ひぐちゃんのでクラブの美術部の顧問の先生でもあります。はい、イグちゃんはどんな生徒だったんですか？イグちゃんね、もう授業に行くのに廊下をずっと行って、教室がガラス越しに見えるんですけど、その授業する教卓のところでイグちゃんが立って、先生のモノマネをね言われてやってたんですよ。昔からじゃあもう調子に乗ってたんですね人気も、お隣山下先生は、今はこうです、まあ、現役で、ね、まあ、こうでお世話になってます、ね、はい、途中、7年間だけ箕島高校行ったんですけども、通算30名だったのでお世話になります。 ご出身も和光で、はい、和光で、もうなんか15の春から和光、15の春から和光の歴史って、これまあ古いかと思うんですけど、大正3年です。今年は100年を超えて110周年を迎えます。おお、すごいですね。和光がその発祥の地っていうのは、現在の東院高校の南側、西雲高校という帝政の学校があります。通りの入り口入ったところに、もともとその徳川家のね、あの師弟さんの教育をする特技中学校っていうのがあったんだ。その特技中学校が、あの時代とともになくなって、その後に初めて和歌山県で工業学校を作るというところが、その発祥の地です。じゃあ最初からそういう工業といいますか、写真にもいろいろ実習の様子ありますけども、川はね、はい、建築家の生徒が20名と、はい、それから刺し物家、指と物と書くんですけど、はい、刺し物家、はい、次家具家って名前は変わるんですけど、はい、そういう家が20名をあの募集したんですよね。刺し物家っていうのは、家具って言ったら普通タンスとか、そうそうそう、机とかでしょ。それよりも刺し物っていうのはもっと細かい武士だったら、こう刀をかける、こういう刀とか、はい、工芸的な飾り細工、細密な、そういう木を削ってね、ちょうどあそこのあのライダーの模型の前に刀匠と文様はあるはいはいはい、はい、そういうものですね。あ、そしてこちらのグライダー、ものづくりの和光ならではの歴史が詰まってるんやで。私が
あの和光の生徒の時に、はい、このグライダーをこの運動場でバーッと飛ばして、それでおおって言って驚いて着地するとこまでずっと実際にこの写真にあるのを見ました。私の前の課長さんに、三宅俊彦先生っていうのがおられて、で三宅先生なんか中心になってあのグライダーのことを勉強するために東大にもあの勉強に行ったって言ってましたけど、生徒が紀の川の河原でこの飛ばす練習をしたりして、うん、滑空部っていういわゆるグライダー部ですね、うん、そういう部もあって、これ引っ張ってるのみんなそうですけど、最初のワコンができた時の指物化が蚊の仮面が変わって、そして、木材工芸家から戦時中ですね、うん、そういう時一時航空機体化っていう仮面に変わった時があるんですよね、はい、特にそういう航空機体化の場合だったらもう実際グライダーとかそういうものを作って将来飛行機に乗る、そういう生徒さんを育てたいというのがあったんでしょうね、はい、ゆむちゃんが実習やってた実習場の上にね、これが上に天井のとこへ分解して置いてた、ずっとあったんや、ね、残ってたやつを今度山田先生らのおかげで、そのあれを欲しいっていうとこが出てきて、北九州の方が、当時まあインターネットもちょっと普及しだしてきた頃で、それで調べていくと和歌山工業にどうやら機体があるぞということで電話をくれまして、でありますかってありますと、ぜひとも譲ってほしいんやけれどもと、山田うちらも壊すには忍びないしどうしようかって言ってた時なので、どうしましょうかって言ったら、どうしても譲ってほしいと、運送はこちらで手配するんでということで、じゃあだったら一度、九州に旅立つ前に、工程で組み立てて、その融資をみんなに見てもらおうかということで、校門前で、それを機体を組み立ててしばらく見学してもらうように、先ほどお話に出てた三宅先生とか当時のグライダー部の方が皆さん見に来てくれまして、はい、三宅先生のモノマネもできるんですけどやめときますけど、まあでもね、やっといて三宅先生のモノマネをじゃあぜひぐっちゃすぐはい、せっかくなので我々はまあね、専門家ですからね、やっぱりこういうものはちゃんと作りたいよね、ちょっとこんな喋り方をされる先生です。そう、先生合ってますか。それから僕の恩師松谷先生は造形作家としても活躍。校内には先生が制作した作品や絵がいくつもあるんですぜ。そして校舎本館は最新の免震構造になっていて、災害時の避難場所としても頼りになる建物なんですよ。続いてはトレーニング場で山下先生とラグビー部のお話伺いましたよ。でやっぱり山下先生ずっとのラグビーに伝わってこられて、はいはい、で高校時代もラグビー、高校時代ラグビーですね、はい、でまた教員になって戻ってこられてもずっとラグビー関わってしまう、はい、まあね、トレーニングルームでお話伺ってますけども、はい、こういうのもなんか皆さんでというか、そうですね、この赤いのは全部、はい、このベンチも学校で作ったものですね、卒業していく子たちが作って残していった、ね、学校でその実習そうですね、溶接しながら、はい、大門やな、でそこでまたトレーニングした ね、学生さんたちが体作ってクラブで活躍すると、はい、こちらは平成元年、山下先生がラグビー部部長の3年目の時の県大会決勝です。めっちゃ若いですね。こちらね、いやもうでも熱血指導やっぱりされてた時代ですかね。でまたね、先生のコメントもちょっと残ってるのがあるんですよ。グラウンド残念ながら第2グラウンド、うわ残念やな、午前中開会髪の毛ありますね。
生徒と6つぐらいしか変わらんですから、はい、まだ一緒にあの練習も一緒に走ってました。そうですか。まだまあ懐かしい写真ようさんあるんやけど、今回はこの辺で。僕も楽しかった。ありがとうございました。